どうしようか悩んでるの？ああ。こっちに残りたい理由あるでしょ。マヒル。ん？俺も帰るよ。ごめん。俺たちやっぱり帰ることにするよ。バレちゃったか。その体に気をつけなさいよ。でも旅をしてればまた会えるかも。焼きたてのパンです。食べてください。あなたたち、そのやっぱり別れるのはちょっと嫌なんだけど。僕も私も絵のモデルになってほしいかも。みんないる。ヒクの愛を浴びまくって、あたいの中の女が目覚めちゃったのさ。あんた、タヌキにも手を出したの？しょうがない。とりあえず打ち来る。来てくださるならそうと言ってくださらなくちゃ。こっちにだって身支度とかいろいろ。ちょうどいいところに。何かご用ですか？ちょっと私と結婚してくれないかな。限度というものを考えなさい。いや、その盛り始めると止まらなくなっちゃって。だからお願い、しばらくの間恋人のふりをして。全然ちっともよくありません。お嬢様。ああ、メリダ様はお屋敷で可愛がってもらってるんだからいいじゃない。これはその過酷な運命に立ち向かう学力戦士たちの物語である。これがたったの2時間で消費されるのか。映画館、なんと恐ろしい場所だ。じゃあ僕はいいから2人で見てきてよ。どうしてですか？ユウチ、どれが見たい？早く自由になりたい。やっぱ帰る。今日は返さない。仲のいいカップルですね。憧れるよね。そうは言っても無駄遣いはできないよな。姫路さん。人生の不条理に打ちのめされてたんだよ。ヨシイ君、あ、秋は本当に食べないの？美味しいですよ。そう、うちのバナナクレープ多いから、もうちょっと食べてもらおうと思ったのに。え、せっかくの姫路さん口移しクレープが。ヨシイ君、私のも食べてください。え、こっちは先よ。先とか後の問題ではないと思います。お姉様の甘い甘いクレープをその口をつけた放課後と薄汚い家畜に当たるなんて。待ちなさい、ブタ野郎。やめなさい、ミハル。聞いてください、皆さん。ブタ野郎。どこへ行ったのですよ。お姉様に家畜の匂いを包むものなら直ちに火炙りにしてやります。どうしよう、まだ追ってくるよ。仕方ないわ、3本に分かれて逃げましょう。それって僕だけ標的になるって意味じゃ。まさか本気で惚れたとか言うんじゃ。そんなわけないでしょ。ダメだこりゃ。でもほら、急に母親ってわけにはいかないじゃない。確かに、男だろうが女だろうが強ければ坊ちゃまは懐くだろう。ほらほら坊ちゃま、こぼしておりますよ。いいな、俺も甘えてみて。俺と MK5 がやり合ったらしいぞ。マジかよ、あいつら空気読めよ。何あの女。だからあの金髪の姉ちゃんが小賀の嫁。いいよな。で、おい、国やな。なるほどな。まさかあのことが奥さんにバレて。少々手合わせ願おうか。上だ。面白い、私に抜かせたこと怒ってよいぞ。あの状態からかろうじてかわしたか。こんなもんかな。そろそろみんなを呼びに行くか。アテナさん。お姉ちゃん、朝ごはんだよ。それでもありがとう。やっぱりまだ厳しいですか。何見てるのかしら。見てません、見てません。ゴーシ君ったらこういう服が好きなんだ。違います。
恩師くんが誘惑するのも風紀違反です。よく言うよね。こりゃ誰が恩師くんの姉にふさわしいか勝負する気はないね。どうしてそうなるんですか。なんか映画のペアチケットが当たったんですけど。男女で見に行くと結ばれる映画に私と会長の男女で行きたいと。どうする。あからせまではあるがごまかすしか。おかわいいこと。俺はそういった噂など気にせんが、お前はそうではないみたいだな。うまい切り返しです。それにここで断ってしまえば会長に誘われるなんて状況は今後ないかもしれない。行くならせめてもっと情熱的にお誘いいただきたいです。まあ告白は男の役目なのかな。なんて思考が脳裏をよぎる。思考戦は詰将棋の様相を呈していた。もし恋愛映画がお嫌いでしたら鳥取鳥之助のチケットもありますよ。莫大に増えた選択肢を処理するために二人の頭脳は限界を超えた回転を強いられる。ラブレター？ええ、とても情熱的な内容で一度食事でもどうかと。シニアが相手にするはずもなかろう。デートするつもりなんですか？もちろんです。そんなことが許されてたまるか。どうにかして篠宮を止めなくては。おかわいいこと。告白同然の行為。行くわけないでしょうが、この子脳に花を開いてるのかしら。恋愛頭脳戦。考えろ。問われる知性。篠宮、生徒会長として不純異性行為は推奨できないぞ。俺から教師に話を通しておいてやろう。教師チクリ。まさか会長がそんな禁じ手を使うとは。ですがこのまま貫き通す。構いません。塩金に大ダメージ。バカなこと。バカじゃありません。仮にだぞ、その男のことは忘れるのか。リッチは魔法の知識に長けてるから。素晴らしきな。ありがとうございます。他人の記憶を見る、それは巴の能力のはずだ。ふむ、竜と黒雲と資料が混ざった人ではない何かになったんじゃ。はい、支配の契約において主人に従者の因子が入り込むことなどありえません。そしてわしとの間にできたつながりが原因かと。つながり。認識と慣れが必要なので時間はかかるはずですが。たまたま。たまたま偶然、それだけです。わし、我がと絆作っちゃったけど格が違うんじゃないかの。ブリッドで攻撃しただけ。一方的に蹂躙されたのなんぞ式くらいじゃろうよ。どういうことです。そのような面白重大な任務に式しか連れていかぬとは。式は元ヒューマンの研究者だから適任なんだ。この世界はあの女神が管理しているから不可解なのは当然だと思っていた。学園都市に行けばこの世界のことがもっとわかるかもしれない。ミオは興味を持ってた銃について。身近なものじゃなかったからフィクションがメインだけど。若様。ミオならいい用心棒、看板娘になると思うよ。看板娘。はっ、春崎さんとはキスまだよね。いや、キスの相手がフェイクの俺なんかでよかったのか。本当に鈍い人。同じジョジョファンであるあなたが相手じゃないと。パロディネタだったんすか。悪かった、ごめん。本当に悪いと思ってる？夏川なんかに絶対渡さないんだから。メールしましたよ。明日の朝お邪魔しますって。またメールか。ドライヤーどこ？どなた？シワ入るぞ。うん。はい。サイコさん相変わらずの朝帰りでな。ん？汗びっしょりですよ。人類の未来を救ってきた。エイト君、エイト君、エイト君、エイト君。修羅場すぎる。何言ったの？
私合コンなんて聞いてなくて。わかったわかった、恥ずかしいなら一緒に歌ってあげるからさ。やだ。なんてことになってたらどうしよう。途中から相手ウサ君になってるよ。こう見えてこいつら読書家なんだから。あれ、俺って本読むように見えない？特にモリーの妊娠発覚から。まさかあなるとは。こないだ会った南高の女子がさ、趣味は読書っつうから何読んでんのって聞いたらさ、ファッション誌だって。読めるレベル違うしさ。先輩これすっげー面白かったっす。いろんな本を読んでみたいって気持ち、バカにする方が変。そういうとこすごくいいと思う。携帯になってるから。まゆみさんの携帯ってどこからしてダメなんだけど。5分で1000円な。あ、来た。頑張ってください、みんな待ってます。どうしようもなくなったら連絡ください。下宿先できっともうご飯作って待ってるから。よかった、会う男いなかったんだ。質問攻めもメール攻めもトイレ攻めも。トイレ、俺ショックで寝込みましたからね。大げさやめてよ。いいお兄ちゃんでよかったね。まあ熱があるんだったら悪夢を見ることはよくあるから、不安がらなくていいと思います。さっき言ってた夢の内容を教えてくれないか。よく覚えてないんだけどな。地面にひびが入って分かれていくような。どうしてそんなこと聞くのです？36度5分、熱は下がったな。熱もないのに寝てるのはつまらないので学校に行きたいのです。風邪。ピザソースの恨み晴らす。音坂さん、すごく美味しいぜんざいを出す甘味どころを見つけたんだよ。こいつは私が何とかしとくから行きな、あやっち。ノムちゃんありがとう。小西さん、あなたが来たせいだ。相川くんが私のことをまるで忘れたみたいに、あなたのことばかり。あなたのせいだ、あなたのせいだ。あなたのせいだ。違うよ。だからあなたが痛い目に遭うの。これが崩壊。間に合わなかったか。まゆみ、上位エルマと申します、よろしくお願いします。嘘。文化体系を見極め、本当に異界のものが溶け込めるか調べるのだ。今日エルマに会ったことは黙っていた方がいいな。隠れて浮気ですか？違うよ、今日会社で。オフィスラブですか？小林先輩、お疲れ様でした。おのれ、久しぶりの休日だな。はーい。小林先輩、おはようございます。エルマ？何しに来たの？あ、そういうことか。あ、トール！うわー！それでも、結構抑えて、我慢して。人間関係、煩わしいって思うことも多くてさ、これ以上分かりやすくはできないよ。そしてそして、邪神の加護を得られますよ。最強です。それはいらん。そろそろ来る頃よ。あ、噂をすれば。俺出ますよ。綺麗な部屋ですね。仕事はいいんすか、尾形さん。ええ、ありがとう。凄まじい無言の圧力。何を訴えかけてんの？
何なんだこの状況。よりによって相性最悪なこの二人が居合わせちまうとは。よし、みんなでゲームをやってアットホームな雰囲気にしてしまえばきっといい感じに打ち解けてくれるはず。3勝。これで尾形さんの30連敗目だけれど、まだ続ける？ああ、アットホームとはほど遠い雰囲気に。今までそうは思えなかったのかもしれないけど、素直に慣れてないだけっつうか。いやー、あの先生すげえ不器用というか勘違いされやすいんだけど。ごめん。しかし尾形が国語文法の指摘を。成長したな尾形。お前の書いたコードが思いっきりミスってて、こんなんじゃ商品になんねえんだよ。え、今日中に終わらないと吉田先輩がクビになっちゃったりします。え、やればできんじゃねえかよ。この時間じゃろくな店開いてないし、終電もあるしな。いただきます。お、吉田さんって優しいですよね。え、俺が？吉田さんはいつも全力で怒ってくれます。お前が本当に学習しないやつだからな。いや、彼女でもできたのかなって。はあ？そっか、そう、後藤さんでも振られちゃったんですね。むしろラッキーって思ってます。ラッキー。ごちそうさまでした。すっごい美味しかったです。吉田くん、ちょっといい？はい。後藤さんに呼び出しかかった後からずっと百面相してたし。同期とか上司の前じゃ焼肉食べたりとかビール飲んだりとか率先してできないの。吉田くん、恋人できたでしょ。え、それは。それに前に比べいろいろ小綺麗になったあの子、あなたにはものすごく懐いてるの。見てたらわかるし。違うの？違いますよ。アコ、いや、玉木さん、ちょっとそこに座りなさい。俺と玉木さんはゲームでは結婚してるけど、学校ではただの同級生なんだ。誰かに会ったんでしょ？それで何か言われたんですよね。女の人ですか？名前聞いてもいいですか？なぜ？ご挨拶したいので。やめて。王朝際が悪いですね。さすがの私も怒りが有頂天ですよ。見ましたよ。あの人はただの知り合いだ。ほら、前に告ったら仲間だった人。純粋なルシアンの心を傷つけて、あの女、目に物を。では、今日は用事があるので、私はこれで。え？あ、おい、ちょっと、普通に。あ、アコ。何やってんの、この子。オフ会？いや、私は知らんぞ。誰と？女友達とかか。本人は男の人だと言ってました。え？ねえルシアン、ゲームとリアルって何が違うんですか？ようやくアコがゲームとリアルは別だって認めたんだ。この部の本来の目的も晴れて達成。あっ、リアルじゃ違うかもしれないけど、ゲームじゃお前は俺の嫁なんだから。ルシアン、昨日会った時から女性だと分かってました。ここへ呼び出したら斉藤先生だったんです。え、猫耳さんが斉藤先生で。よくも純粋なルシアンの気持ちを持って遊んで。このまとめ、ルシアンどいて。そいつ殺せない。いいな、あと5分、諦めるには早い。風になれ、なるみ。あれ、ヒロタカ、お前。あれ、なるみにしては出勤早いね。走るぞ、ヒロタカ、風になれ。あ、待って、道が見えない。 PC とキスしそうな距離感だぞ。ヒロタカのやつ、大丈夫かな。モモセ、何をキョロキョロしてるんだ。ひ、
小バクラ先輩。カバクラさんなのか。ねえ、ミフジ君ってちょっと良くない？そうかな。目つき悪くない？思ったことない？一度も？まあ整った顔立ちではあるんだろうけど。ヒロタカ。ニフジ、おもせ、悪いがニフジについていってくれるか？私ですか？お世話になります、モモセさん。お世話します。いや、なんでだよ。恥ずかしながら私、昔から勉学の方は得意ではなくて。そうです、ワラク様、よろしければ放課後私の家で勉強を教えてくださいませんか？誰かの指導なしに成績の向上は不可能です。なんで偉そうなのよ。桐崎さんはどう考えても人に教えるのが上手なタイプじゃありませんのに。ねえ、ラク様、構いませんでしょ。数学のテストが明日なのでお願いします。そうだっけ？そうだよ。ほら、さっさと準備しなさいよ。ラク様、この問題がわからないのですが。どこがわかんねえって？因数分解か。こうして X だけを締め出せばよいと。ちょっと、その覚え方ムカつくからやめてくれる？勉強しろよ、お前は。普通に公式使うだけじゃ。ちょ、何よ、邪魔しないでくれる？あんたね、さっきからやる気あんの？そんなこっちゃ本当に進級できなくなるわよ。ラック、水筒よ。変な感じだ。ああ、ラック。くだらねえことしてるぐらいならちゃんと寝ろ。ああ、頑張ります。頑張りますから。いけませんわ。この新作、きっとコウシ君に似合うわ。おはようございます、アテナさん。朝ごはんに野菜スープでもと思って、玉ねぎや人参の皮とかもうまく使えば旨味と栄養満点の出汁が出るんですよ。おはようございます、キリアさん。料理って言ってもあり合わせで作った簡単手抜きスープですけど。おいしい、さすがは我が従者。お皿、今お皿によそいますから。コウシ君、いつの間にこんなにみんなと仲良くなっちゃったの？晩ご飯も作って。セレネ先輩まで餌付けされちゃってる。じゃあ早速買い出しに行きたいんですけど、食費に使っていいお金ってありますか？晩ご飯楽しみ。ありがとうございます。じゃあちょっと行ってきます。あの先輩たちをどうやって怪獣したのか、それが分かんないと安心できないよ。あれは美味しい、本当にね。コウシ君、こっちこっち。コウシ君もここ座って食べないよ。これからは私がコウシ君の姉代わりになって守りますから、いつでも姉の目が光ってると思ってください。スーちゃん、やっぱりかっこよかった。言った通り惚れさせた。なのに、スーちゃんの浮気者。そうよ、スーちゃんは悪くないわ。悪いのはあの泥棒猫。おはようす。お、あーすいません、もしかしてもう来てます？おい、ちょっと一旦引いてもらっていいですか？やったな、スエハル。お前100万回振られた男って異名がついてるぜ。月彦てめえ、全国放送で盛り上がってるじゃねえか。すげんなこのガス野郎が。セハルお兄ちゃん。モモ、お前やりすぎだって。本当嬉しいです。スーちゃん、誰？私も説明してほしいかな、ハル。大丈夫です、セハルお兄ちゃん。過去の女なんてモモが忘れさせてあげますから。あ、そう。演技から共演者の接し方まで
ありとあらゆる言葉をいろいろ教えてもらいました。わかった、モモ、わかったから話してくれ。お前人気者だろ、こんなところ見られたらまずいだ。貸してください。あれのどこが愛想笑いよ。人をバカにして。私だけがライバル視していて、二人は何でもない顔であっさり上を行ってしまう。でもあの女は。レーナカズ君、行きますよ委員会。あー、ごめん七郎さん、行こっか。ほのか、部活行こう。大賀にも貝崎に見せてたような顔で笑ってるんだろうか。いいよね。あ、テスト同じ点じゃん。一学期委員長、一緒に頑張ろうな。悔しくて去年はずっとシルバーピン、ずっとシルバーキープしてたのに。なんで私ばっかり。やめて。こんな時間にまだ生徒がいるんだ。これ石郎のカバン。それは大賀の隣にいられる証でもあったのに。綺麗なもんだな。うんうん、これが絹糸で織った反物ってやつかい、シナちゃん。もう絹織物なんてできたのか、リムル様。どうも、こんにちは。みんなの衣類の製作、頼んだぞ。はい、お任せください。私がリムル様のお世話をしてもいいのですよ。やはり、リムル様は私がお世話いたします。いいえ、秘書である私が。手の空いた時にでも頼もうかな。一体俺は何を頼むのか。それではリムル様のことお任せください。